皆さんこんにちは、ウォッチ情熱応援団団長です。そして腕時計沼の住人ゆうきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はグランドセイコーです。こちらにあります。はい、リファレンスナンバーが SBGE257 のグリーン、ノーグリーンというかがグリーンですね。そうですね、GMD 搭載のスプリングドライブ、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。そうですね、購入から、はい、まあ、1年と4ヶ月ですかね、はい、ぐらい経ったのでちょっとレビューっていう形で、うん、実際に使用して1年以上使ったってなると結構ね、いろいろ分かってると思うので、うんうん、良い点悪い点、悪い点という言い方はいつもしないんですけど、個人的にここがいまいちみたいなぐらいの感じというところをいろいろ聞いていけたらと思います。はい、はい、では早速ですが、まず良い点から聞いていきたいと思います。はい、一番ここ最高だよっていうところ、まずはやっぱり、うんうん、スプリングドライブであること。スプリングドライブであること、はい、唯一無二ですね。やっぱり日本人で時計好きっていう状況になってしまったので、まず一旦その唯一無二と言われているスプリングドライブの、まあ、機構駆動方式っていうのは、うん、まあ、持ってみる、経験してみるっていう点で、まあ、僕はまずは買ってみようと、なるほど、いうところでこれを選んだんですけど、はい、やっぱりスプリングドライブっていうのがいい点になるなって思ってます。本当に精度がえぐいです。この時計だけはワインディングマシンにずっと入れっぱにして、うん、あ、じゃあ止まらないようにして、はい、止まらないようにして、はい、もう普通に1ヶ月とか、うん、まあ、つけたりとかワインディングマシン戻してとかってあって、うん、1ヶ月2ヶ月しても全然ずれなくて、うん、だ本当にこの精度っていうところは、うん、やっぱりすごいんだっていう。だって月差何秒の世界だもんね。うん、結構びっくりしましたね、うん、そうか。ちなみにじゃあスプリングドライブって何みたいな方もいらっしゃると思うので、はい、簡単に説明していただけると嬉しいです。スプリングドライブは機械式時計の自動巻きムーブメントの、うん、まあ、そのローターっていう、はい、まあ、重りを回して、うん、まあ、ゼンマイを巻きますと、うん、でその部分は採用して、はい、でその巻かれたゼンマイの力を使ってどうやって針を動かすかっていうところが、うん、普通の自動巻きのムーブメントとは異なると、はい、でその針の動かし方っていうところでいくと電気に変えてというか、一回ね、うん、ゼンマイの動力を一度電気に変えてで、まあ、クォーツと同じような形で、うん、まあ、精度高く時を刻むと、はい、そうですね、振動する部分がクォーツと一緒、まあ、クォーツその名の通りですけど水晶を使ってるってことですね、はい、うん、まあ、いいとこ取りですね本当にね、うん、ハイブリッドですね、電池式のいいとこ取りみたいな感じ、うん、電池式の時計なんだけど電池がいらないみたいな感じです。で、まあ、一番多分電池式の時計と違う点だと、はい、やっぱ秒針の動き、うん、1秒1秒のステップ運針ではなくて、このグランドセイコーのスプリングドライブ自体は時の流れっていうところでかなり細かく秒針が動くようになっていて、スイープ運針って呼ばれる、スイープ運針ね、まあ、有名なスイープ運針ですよ、うん、本当に秒針が流れるように動くので、うん、まあ、見ていて面白いというか、ね、これが機械で動いてるっていうのが結構びっくり、ね、すごいですよね、うん、本当に止まってないもんね、チクタクしてない。そう、機械式時計も振動数に合わせてチクタクするじゃないですか。ちょっとやっぱりカクカクする部分が見えるじゃないですか、ね、それが1時間に 28,800 振動とか、ハイビートのものでも 36,000 振動とか、うん、それに合わせて針ってカクカクするんですけど、やっぱりスプリングドライブクォーツ制御だから運十万振動だからね、うん、1時間の振動数がってなると人間の肉眼じゃ分からないですよね。これ機械式と同じなので、そのゼンマイがほどければ、うん、パワーリザーブがなくなればもちろん止まりますけど、動いている限りこの秒針の動きっていうのがこれだけスムーズなので、うん、まあ、見てて楽しいっていうのはありますね、うん、確かにこれずっと見てて楽しいかもしれない。スイープ運針あんまり見慣れないもんね、この針の流れ。そうですね、うんうん、ということで、まずやっぱり一番いいのはスプリングドライブであると、それと伴うけれどもスイープ運針、これも素敵なところであるということですね、うん、結構最初からマニアックだけど大丈夫かしら。次ちょっと外装の話をさせてください。はい、ということで続いていいところ、はい、はい、次色ですね。色、はい、選んだ、うん、やっぱりその決め手になったと言っても過言ではないんですけど、うん、やっぱりこのグランドセイコーってちょっと真面目でお堅いブランドのイメージがあって、はいはい、で割とそのシンプルで綺麗めな時計が多いブランドだと思うんですけど、まあ、スポーツコレクションという、まあ、ちょっとアクティブな、はい、外装デザインをしたもの、スペックをしたものの中で、うんうん、このサイズとこのグリーン、
に、まあ、惹かれてしまったと。でやっぱりグリーンってちょっと流行ったじゃないですか、はい、僕が一昨年とかに買ったけどその時も流行ってたと思うんですよ、うんうん、だんだんもうねそう出揃ってきたぐらいのタイミングかも ね、 そうですね。いろんなところがやっぱグリーンを出してきて、うん、グリーンという色で選ぶにあたって、うん、どのモデルを選ぶかっていうのが、はいはい、選べる環境選び放題になってきた。そうです、うん、そういったタイミングで、うん、僕はグリーンはこのモデルが結構ハマって選んだっていう感じなんですけど、ね、結構濃いめのグリーンだよね、うん、で文字盤は結構その光の強さによって抹茶ぐらい、うん、あの鮮やかなグリーンになったり、はいはい、でも暗めなとこだともう真っ黒に見える。あそういう感じなのね。なのでちょっとまあ絶妙な落ち着いたトーンのグリーンっていうイメージです。うんうん、そう動画ではどれだけ伝わるかっていうところがあるんですけど、ね、そう今蛍光灯火なのでこういう色だけどこれライトの色とかまた変えるとね、まあ、こういう感じライトの当て方によって今だいぶ真っ白いライト当ててますとかここから例えば夕日が落ちてきたタイミングってなると結構赤くなってくるのでこんな感じ。あでもだいぶね表情変わるのやっぱりね。そうかなり抹茶っぽくなるんですよね。うんうんうんね、新緑からちょっと茶色混じりの緑まで面白いですね。あとはやっぱりこの文字盤の色に合わせて多分作られているこのグリーンのセラミックのベゼルですね、うんまあ、綺麗に色を出すのが難しいとされてたグリーンをセラミックでやってきたっていうところがやっぱりその技術的な部分でもちょっとときめく。セラミックベゼル結構今はね当たり前になってきたけど、うん、確かに言われてみるとグリーンってあんまりないかもね。そうなんですよね。やっぱりそのロレックスが青とか赤とかやってきた時も、うんうん、その色この発色で出せるんだってやっぱ話題になりましたし、しかも安定生産って考えるとね、そう赤は赤でもちょっと並べると違うみたいな、ドット差が出ちゃうみたいな、セラミックだとよくあるんですよね。でその赤青っていうのが、うんまあ、一般化してきた後に、うんうん、やっぱり難しいとされてたグリーンっていうのを、はいまあ、この発色の良さでグランドセイコーが出してきたっていうところが、うんまあ、ちょっとそのギャップもあって。なるほど、まさかのグランドセイコーがそうっていう感じだったんだ。やっぱり僕としては真面目っていうブランドのイメージだったので、うんうん、あ色遊びしてくるんだみたいな。あ、まあ、確かにそうかもね。流行のグリーンに乗っかってくるんだっていうところが僕としてはちょっと嬉しくて、それでこの色、うんまあ、グリーンを買うなら僕はこれだなっていうので選んでみたと。そうですね。実際1年使ってそのグリーンへの思いというか、最初買った時はやったグリーンだぜみたいな感じだと思うんですけど、はいはい、1年使ってみてどんな感じですか。やっぱりグリーンってテンション上がるっていうのもありつつ、うんうん、服合うのみたいな、あそこの心配はね、はい、されてる方多いと思います。ありますよね、うん、そのどんな服に合うのよ、うん、グリーンの時計ってそうそうっていうのが、ね、1年使ってみて分かったのは、うん、何にでも合う、何にでも合う結論が出ました。確かにこれだけ濃いグリーンだったら意外とどっちにも化けてくれる。そうなんですよね。そう主張が、まあ、強すぎないグリーンっていうのもありますし、うんまあ、あとはネイビーのやっぱり服とか、うん、黒い服とか、うんまあ、グレーの服とかってやっぱり着ること多いんですけど、うん、どの色と合わせても別に喧嘩しないっていうような感覚があるので、ね、まあ、最初買う時にやっぱちょっと不安はありました。だけどそこはもう全然払拭されましたね。グランドセイコーってやっぱりスーツを意識して作ってるブランドだとは思うので、はい、おそらくそのネイビーとかグレー、まあ、基本色ですよね、そこに合うようにはやっぱり作ってる感覚はこれ見た感じありますね。そうですね。やっぱりそのスーツたまには着るので、うん、合わせてみたりもしたんですけど、うんまあ、少しこれスポーツコレクションなので、うん、厚みもありますし、そうですね、やっぱベゼルもついてるっていう、はいはいはい、ところで少しスポーティーなんですけど、うん、色味っていう点では、うん、全くその悪さをしないように作られてるなっていうのは感じました。厚みはやっぱりしっかり14ぐらい？14.7 あります。そんなにあるんだ。これ僕そりゃあるな。そう厚い時計結構好きで、うん、ちっちゃくて厚いっていうのが割と結構好きなんですけど、うんうん、この時計はそのスポーツコレクションの中でちっちゃいんですよ。 40.5mm あるんですけど、はい、ただ今グランドセイコーのスポーツコレクションって 42mm とか、うん、44mm とか。そうだね。グランドセイコーに限らずそのぐらいが今はスポーツウォッチとしてはスタンダードサイズだよね。でそんな中でそのグランドセイコーのスプリングドライブ欲しいなっていうタイミングと、うん、グリーンの時計欲しいなっていうタイミングっていうのが重なって、うん、
でこのモデルは結構ちっちゃめで厚みがあって、もうめっちゃ好きみたいな、うんうんうん、もう腕乗せた瞬間これだみたいな、うん、っていうような感じで出会って速攻買って帰って感じですね。実際使ってみてその辺のギャップもない？僕は結構好きです。おお、なるほど、まあ、重さもね確かに持ってみた感じ、まあ、どうしても厚みがあるのでヘッド側に寄った重心なのかなとは思うけど、 そうですね、うん、まあ、その癖も含めてね好きになれるってことですね。そう、多分嫌いな人はすごい嫌いだと思うんですよ苦手な人はいると思います、はいはい、外重心になっちゃって嫌だっていう人は多分いると思いますね。やっぱり分厚いので、うん、もうほとんど15ミリあるわけじゃないですか、うんうん、厚みが。でサイズはそのケース径っていう点では 40.5 ミリしかないの でバランス的には結構多分変わった時計な方なんですよね、うんうん、だからこれは好みが結構分かれるかもしれないですけど、うん、まあ、僕としてはすごく大満足な選択だったかなと思ってます。使用頻度的にはどれぐらい使ってるんですか？使用頻度、今コレクションいっぱいあるじゃないですか。そうですね、結構持ってる中でグランドセイコー、うん、やっぱり僕の中で真面目な時につける、真面目なシーンで使う、うん、っていうところなので。へー、まあ、真面目な人間ではないので真面目なシーンがあんまりないっていうところがちょっとネックなんですけ ど、まあでも2週間に1回とかは使っているかなという感じです。そのぐらいのペースだね。真面目なシーンっていうと仕事とか。そうですね、まあ、あと奥様の親に会う時とか。奥様の親に会う時沈黙してますね全然参考にならなかった破天荒でやらせてもらった。割と破天荒だったわ、はい、なるほど。なのでまあ使い勝手っていうところはやっぱりそのスポーツコレクションで 200m 防水あるので、あのまあ気負わず使えますし、そうだね、真面目なシーンでもいけるし、あと以前動画でちょっとお話しさせていただいたんですけど、やっぱり20代こそグランドセイコーをつけるとちょっとその接点が増えたりとか、確かにそれ発信でね、そう、会話が盛り上がったりするもんね。そうなんですよ、ご訪問して直接会ってお話をするお客様とっていう場だとやっぱり時計の話になること僕は多いので、まあ、グランドセイコーを使う機会っていうのはなくなりはしないかなと思ってます、うん、なるほど。問題はもう少し渋いおじさんになってスーツを着てる時にこのグランドセイコーは合わないんじゃないかっていう懸念はもちろんあります。なるほどなるほど。多分どんどんカジュアルに、はいはい、カジュアルシーンでつける時計っていう風に、うん、多分年を重ねるごとに移行していく時計なんだろうな。あ、でもいいじゃないですかそれはそれで、うん、ね、ある程度年齢重ねてカジュアルでこれつけてたらかっこいいし。そうなんです。で話聞いたら買ったのが20代の時だしっていうとね、うん、また楽しいよねそれはそれでね。で将来的には、うん、あの息子に、あ、息子に譲るのこれ。息子に譲るつもりで。あ、そうなんだ。全然ちっちゃいじゃないですかまだ息子。はい、そうなんですよ、まだまだなんですけどということはだよ、息子さんが生まれる直前ぐらいにこれ買ってるってことでしょ。そうです。それを理由にして買ったんだ。そうですね、っていうのもある。はい、あります、あります。あ、いい選択ですね、うん、なので、うん、まあちょっとこれは息子に譲らざるを得ない感もあるので、なるほど、綺麗に使っていこうかなと思ってます。そうですね、っていうと今まとめるとスプリングドライブですよっていうことと、色がいいですよって、使い勝手的にもいいですよっていうところがいいところとしては今3つかな。はい、あとまあケースの形、チビアツ系、はいはい、チビアツケースと、うん、まあ、デザイン面だね。そうですね。なるほど。じゃあ最後ですけど、ここもう一歩みたいな。はい、ありますよ。はい、まあ、可愛い子にも欠点はあるわけじゃないですか。あります。そこも含めて愛せるから時計は面白い。そうなんですよ。ということでそこを聞いていきたい。まずやっぱり好きっていうところ の、はい、あの、まあ、さっき言ったチビ厚であるというところがあるんですけど、うん、まあ、やっぱり少し重いです。ヘッドが重いです。なるほど。あとグランドセイコーって仕上げがすごいって言われてるじゃないですか、うん、まあ、そういうところもあってなんですけど、うん、この裏蓋、うん、この裏蓋に彫られている、はい、このグランドセイコーのライオンちゃん、はい、僕結構ピタッとつけるんですよ時計を、はいはいはい、なので手首の上でこのライオンが痛い、うんうん、ライオンを感じるの手首に、はい、そんなに敏感なんだ。ギザギザするんですよ。へー、手首の上で初めて聞きました。そんなあるんですね。だ本当にもう少しゆるっとつければいい話なんですけど、はいはいはい、だめ、本当にビッチビチにつけるってことか。僕は割とビッチビチにつけるので、はい、このライオンちゃんが痛いです、うん、ってことは外した時にライオンの跡がついてる。あ、ついてます、ついてますもうグランドセイコーの紋章がそれはもう本当に結城さんだからその話なんだろうなっていう。そうですね、付け方によるのであのそれは多分メーカーさんもね、うん、考えてないと思う。知らねえよって言われると思う。そうだと思う、だと思うまあだからこそ面白いですけどね。そう、
まあ、ライオンの部分が擦れていたいと、うん、なるほど、いうのが、まあ、僕的イマイチポイントです。いや、いいっすね。そのぐらいのイマイチポイントを欲してました、うん、素晴らしい。でもやっぱその外した時に手首にライオンついてるので、はいはい、まあ、テンション上がりますよね、うん、やべえライオンついてるみたいな、ね、いいんだか悪いんだかね。そう、まあ、いやいや使ってこそですね。でもやっぱりそういうのはね、そう、愛せる欠点ですね。長く使ってこそ分かるポイントだと思う、うんうん、なかなか面白い視点でしたね。グランドセイコーっていう話でもう少しなんだろう、真面目な話が多いのかなと思ったけど、さすがそこは結城さん、だいぶマニアックなところから攻めてって最後もマニアックに終わるっていう、まあ、これはピタッとつけるかどうかだったりとかあの、そうです ねスプリングドライブがそもそも欲しいかどうかだったりとか、うん、まあ、でもまあヘッドの重さがあるのでピタッとつけた方が暴れにくいとは思うので、うん、ね、結果その方が使いやすいような気はしますね。はい、はい、ということで言い残したことはないでしょうか。一つグランドセイコーは、うん、あの針、はい、インデックス、はい、まあ、ケース仕上げがえぐいです、まあ、結構本当にこういったスポーツ顔してるけどキラキラするので、ね、結構キラキラしてますよ、うんうん、ショーケースでやっぱり分かんないからね。そうですね、ぜひ手に取って気になった方、はい、見ていただければいいのかなと思います。はい、以上本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。